それでは本日は測量士の問題、リクエストに答えますということで、令和3年5の問題、ナンバー3、問いの C をしたいと思います。これ UAV の空中写真撮影の問題になります。C1 と C2 をやっていきたいと思います。最小撮影枚数というのがよく出てますが、それではなくてその前の問題になります。まず C1 の問題、海面からの撮影高度、これ測量士法で出てもおかしくないね。しっかりとやっていきましょう。海面からの撮影高度なので、撮影高度を求めて、あとは標高を足し上げればいいんだね。なので、今回与えられているデータは、焦点距離。焦点距離は何かっていうと、まあよく使うね。私がよく使いますが、F 分の1は斜分の実。ね。これ、しっかり覚えておく。ね。写真の縮尺の分母だね。縮尺の分母は、F 分の1イコール斜分の実。ね。M 分の1で表されるね。さあ、それで与えてあるので、しっかりそこを覚えていく。焦点距離は何かっていうと、F だね。で、そして素子寸法って何かっていうと、これ1画素における写真上の大きさなので、これ斜なんだね。斜。はい、そして地上画素寸法は何かっていう、これ実だね。1画素の実際の長さなので、これ実。で、標高が200メートルだったよと撮影した場所がね。で、それをやっていくと、F と実と斜があるので、もうこれだね。F と実と斜があるね。当てはめてあげればいい。そうすると H が出るのね。これ撮影高度だね。で、それを計算するとこのようになっていきます。それぞれちゃんと入れていきます。5マイクロメーター分の2センチかける18ミリ。これ、単位を揃えてやるんだね。単位を揃えて全部メートルに揃えてあげると、72メーターと。まあ、ドローンの高さだからね、そんな高くないよね。72メーター。じゃあ、海面からの撮影高度いくらか。さあ、それに200足す72。272メーターとなればいいね。で、これが、測量士法に出てもおかしくないような問題だね。はい、じゃあ次。問いの C の2です。撮影間隔を秒単位で表しなさい。一見ちょっと、ん?って思えるかもしれないけど、要は撮影間隔を時間で表しなさいと。パシャ何秒かしてパシャッと。ね。今回はドローンが秒速5メートルで飛んだままで撮影していくと。飛んだままでパシャッパシャッパシャッってしていくんだね。その時の撮影間隔、時間を表しなさいということです。で、通常は撮影間隔と言われたら距離で表すね。その距離で表したものは何かっていうと、これだね。撮影基線長だね。写真の短い方の辺。短辺だね。短辺かける M。M は何だったか、さ、これだったね。M。M は F 分の1イコール斜分の実だね。M。かける1引く100分のオーバーラップ。ね、重複度。ね、重複度。ね。それで表されるのが撮影基線長でした。これだと長さで表せるね。距離なんだね。そうすると短辺はどうなるかっていうと、短辺は今回6000画素だったので、6000画素に1画素あたりの大きさをかけてあげればちゃんとした長さが出るね。だから 5×10 のマイナス6乗メートルかける M だね、次はね。M。M は何だったか、ちょっと斜分の実で表されるね、これね。地上画素寸法が2センチ。素子寸法が5マイクロメーターだったので、そのまんま入れます。5マイクロメーターだね。5×10 のマイナス6乗分の2センチ。かける1引く100分の今回は重複度は 90%。かなり重なってるね。90%。ね、なります。これをメートルに表してある。ここが消えるよね。こことここがね、消えるね。で、計算すると12メーター。で、距離で言えば、ドローンとドローン、ドローンが撮影して、パシャって撮った次のパシャって撮ったら、ここは12メーターなんだね。距離で言えば12メートルです。撮影間隔はね。ところが今回は、秒単位で表せということで、時間で表せということだったので、はい。UAV の秒速が5メーターだったよと。じゃあ、時間はってなると、時間はミーハージだったね。ね。ということで、こうだね。速さを、距離を速さで割るのね。速さ分の距離という形で表されるので、5分の12だね。だから距離は今回12メーターだからね。撮影基線長の方だね。で、速さで割ってやったもので、時間が出ますよ。2.4 秒ということになります。
ですので、まあ、基本的な問題になりますが、これらの問題に関しては、測量司法でも出てもおかしくない問題ですので、きちんと理解しておくようにしましょう。司法の人たちも勉強してもいいかもしれません。以上で説明を終わります。